どうも、兵庫県住みます芸人のモンスンです。僕が小山で、これがタツだ。はい、よろしくお願いします。というわけで今回のテーマは、はい、この山登って我が町の名山ということでございまして、はい、今日ここはどこでしょう。六甲有馬ロープウェイ山頂駅というところにも来ております。六甲山でございます。兵庫といえば六甲山、山としては有名だと思うんですけども、そこから見える景色がすごいおすすめなんで、じゃあ早速見てもらいましょうか。はい、六甲山からの景色はこうなっております。すごいでしょう、どん天気持ちいいばかりのどん天ではございます。でもそれはそれでいいですけどね。それではいいですよ、幻想的で、はい、僕は全然いいと思いますけど、はい、さらにですね、はい、ここの、六甲山のケーブルの、この山頂の駅から、はい、なんとさらに上に行けるハイキングコースが、あ、いいじゃないですか、ハイキングコース。なので今日はね、それ片道20分程度って書いてましたんで、今日はそこを歩いてみたいと思います。はい、どんな景色が待っているのか早速行ってみましょう。風情のある池も途中にはあるんですね。もうあと半分ぐらいです。行きましょう。池に玄関、もう間もなくゴールでございます。はい、どう見てもゴール。さあ、では頂上に着きました。はい、着いてきました。さあ、では、このハイキングコースを登り切った者にしか見ることができない真の頂上からの景色を見ていただきましょう。どうぞ。こちらです。さあ、いかがでしょうか。どん天、はい、変わらずというところ。でもね、すごい抜け感はあるんで、はい、こっちの方が。これはね、ぜひ晴れた日に、六甲山頂ケーブルカーの駅からこちらの記念碑台まで、ハイキングをしていただけたらなと思います。はい、それでは皆さん、六甲山でお会いしましょう。カメラ回ってる？回ってるな。すみません、あの今急遽カメラ回したんですけど、今下山中なんですけど、まさかのこの六甲山に伝わる伝説の未確認生物ビギン男見かけたかもしれないです。ちょっとまさかこんなとこで、絶対これスクープになると思うんで、僕捕まえていきたいと思います。くそ、どこや、どこにおんねん。どうしたん？いや、今なんかいたけど。どうしたん？どうしたん？いや、さっきなんかいたんだけどさ。え、
ってことはこの近くにおるってことか。うん、探しに行こう。くそ、どこや、どこや、あれ、おった。おい、待て、ちょっと、おい、おい、小山、おい、おい、小山、おい、小山、おい、どこだよ、おい、おい、小山、小山、大丈夫か、おい、小山、おい、おい、おい、